はい、皆さんこんにちは、サーバーワークス宮沢です。はい、今日なんですけれども、 AWS の認定試験の、まあ、試験対策のやつを今私が挙げているんですけれども、 DevOps Pro ですね、こちらの方もやっていきたいなと思っています。で、今回はですね、まあ、せっかくいつも第0回で私がこういった試験ガイドとかをご紹介しているんですけれども、今回ですね、直近で弊社のですね、橋本さんがですね、合格したので、まあ、今回せっかくなんで来ていただいて、一緒にこう試験ガイド読んでいって、まあ、どういうふうに勉強したかっていうのを一緒にこう話して理解していきながら、もう皆さんのいいコンテンツになればいいかなと思ってます。ちょっと簡単に自己紹介してもらってもいいですか？はい、橋本です。よろしくお願いします。まあ普段は社内 SE のようなロールで、まあ開発とか SaaS のお守りとかしてたりします。だいぶ久しぶりに AWS の試験受けたんで心配だったんですけど、まあギリ受かってましたということで、直近の、はい、DOP02。まあ、ちょっと存分にどうやらせていただこうかなって思います、はい、よろしくお願いします。そうですね、まあ、私もこうせっかくなんで今日どうやってほしいと思ったんでこう橋本さんを呼んでいるわけなので、まあ、ぜひどういうふうに勉強していったかっていうのを後でこう流してみながらお話しいただければと思います。はい、まずはですね、まあ、おなじみのですね、試験ガイドというかそもそもの要件とかを一緒に AWS の公式を見ていこうかなと思います。はい、まず DevOps エンジニアプロフェッショナルというのが正式名称になっています。で、これ隣にソリューションアーキテクトプロフェッショナルっていうのがあって、まあ、それとも双璧をなす本当に上位の認定資格だと思ってもらっていいかなと思うんですけれども、まあ、ここに書いてある通り AWS プラットフォームの運用とか管理とかそういったところに関する知識を持つものになっていますと。で、まあ、今日橋本さんにも来てもらっている通りですね、この対象の方が AWS 環境のプロビジョニングとかそういったものの実践経験をそれなりに持っている方というふうになっています。で、今日橋本さんに来てもらっている理由の一つなんですけど、私実はこの資格持ってないので、私はちょっとこの動画の中でまだ扱いとしては雑魚なので、私もこれから撮っていこうと思ってるんですけど、まあ今日来てる人の話は聞ければなと思ってますと。で、まあいつも通りここに受験対象者が書いてあるのと、この試験のレベルはプロフェッショナルのレベルになりますので、試験時間が地獄の180分で、コストが300ドルぐらいなので3万円ぐらいですかね、かかるんですよね。はい、で75問のいつも通りの選択式複数回答式のいずれかになってます。でちょっとここで聞くんですけど、3時間の試験どうでした？まあ30代になったんですけど、マジで集中力持たないっすよねそうですよね、まあ、辛くて、まあ、勉強もあんましんどいはしんどいんですけど、実際こう試験受けてるこの3時間が実は一番しんどいっていうまでありますね。集中持たないですね、うん、もうこの瞬発力がなくなっていくのを感じますけど、うん、とってもそうですね、まあ、3時間なら、まあ、問題数もしかも75問で少なそうに見えるんですけど、結構1問あたりの時間も短いですからね。試験会場によるんですけど、なんかトイレも NG だったりする場所っていうのがあって、うん、まあ僕のところはそうだったので、うん、まあそういうのも辛かったりするし、まあはい、私もできるだけ薪で解くようにして、途中なんか5分間ぐらい目つぶる時間作ったりとかしますけどね。うんうん、そうですね。まあそんな時間も余裕もあんまりなかったんですけどね、正直。やっぱ3時間ぶっ通しは、そう、辛い、辛い、辛いお年頃かなと思います。そうです。私もプロはかなりしんどいっていうのは別の動画でもちょっと言ってるんですけど、まあそこかなというところですね。はい、でサンプル問題に関してはちょっと来週以降、まあ、私がいつも通りやってる動画でちょっと読んでいこうかなと思うんですけれども、この後ちょっと試験ガイドをちょっとこのまま読んでいきたいと思います。画面を変えると、はい、というところで、これは AWS さんが公開している DevOps Pro、まあ、通称 DOP っていうものになっています。今年ですね、2023年に変わったんでしたっけ？3月の初頭ぐらいに更新版に切り替わってる。 あ、なるほどなるほど、はい、そういうことですね。なんで今皆さん見ていただいても、基本的に最新のもので、この試験ガイドは全く同じものになっています。はい、まあ、先ほどと同じようにこうちょっと上から2人でも舐めていこうと思うんですけれども、さっきお話しした通り運用とかデプロイとかそういったところに関するかなりの上位の知識が求められますというのが書かれています。で、推奨される AWS の知識というのは書いてあるんですけれども、まあ、ここですね、自動化されたインフラストラクチャの構築とかっていうのが ありますと。まあ、AWS の資格でいうと、多分Sysオプスアドミニストレーターとデベロッパーアソシエイトを持っていれば、まあ取れる範囲なのかなっていう感じですかね。そっちのアソシエイト資格、僕はもうだいぶ長いこと受けてないんですけど、うん、まあ昔はそこのその発展ですっていうような位置づけではあったと思いますね。うんうん、なるほど、まあそうですよね。で、次のページにこのまま行きますが、そう、これ大事なんですけど、範囲外のものもあるんで、ここは勉強しなくていいというか、まあ、知ってて損ではないんですけれども、短い期間で一気にやるんだとしたら、ここは除外してもいいかなと思います。
高度なネットワーク知識、はい、そうですね、ネットワークスペシャリティで将来受ける方はこう知ってた方がいいんですけどって感じですね。でデベロッパーにセキュリティに関する詳細なレコメンデーションを提供する能力と、あ、今私これ初めて見たんですけど、データベースの設計クエリおよびパフォーマンスの最適化ってこの対象外なんですね。あ、それっぽい問題出ましたってちょっとよくないですけど出てもおかしくない気はするけど、ちょっと意外ですよね。うん、意外ですね。てか僕ここあんまり見てなかったですサンプル問題と模試中心だったので、うん、なるほどああでもそうだったんですね、うん、多分あれかな、データベースとかデータアナリティクスとかの方で、ああ確かにそうかもしれないですね。でここもちょっと意外なんですけど、フルスタックのアプリケーションコード開発も対象外ですということになっています。あ、多分ですけどサンプル問題にも出てきますけど、うん、あのコード兄弟使ったそのデリバリープロセスとか、うんうん、その辺の方に多分重きというか舵を置いてるのかなという気はします、うん、はいはい、なんかそこはサンプル問題からなんとなくもう読み取れると思うので、うん、多分そういうことだろうと思いますね、ここは。なるほどね。で試験タイプはさっき言った通り文章を書く方式ではなくて、まあ、いつも通りの選択式になるというような形になっていますと。でここいつも読んでるんですけれども、最もよく当てはまるものを選んでくださいという形になっています。でこれが一番大事なんですけど、推測による回答にペナルティーはないので、まあ、いわゆるこうセンター、あ、もう今センター試験って言わないと思うんですけど、要は鉛筆転がすのと同じで、分かんなかったらもう勘でもいいんで何かしら選択するのはやった方が絶対いいかなと思います。あの何も入れなかったらそれはマイナスというか不正解になってしまうので、必ず回答しましょう。まあここはなんか試験って感じですけどね、うん、まあ、やっぱやっとけばとりあえず可能性はあるんでね、うん、そうですね、はい、知識を最低限理解しておけばこれじゃねっていうのは多分皆さんできると思うので結構大事ですね。やっぱりそうですね、なんかどの AWS 資格にも言えますけど、うん、IT の基礎知識とか、うん、あとはなんか字面からなんかこのサービスでこの内容はねえよなみたいな、うん、っていうのがなんとなく土地勘的なところで見えたりするものはあると思うんで、時間があるなら最後にそこ戻ってきて、うん、その文脈だけ見てなんかパッと、うん、その当てずっぽでもいいから最悪書いとくっていうのは絶対大事だと思いますね。まあ試験対策感がバリバリ出て個人的にはちょっとあんまりあれなんですけど、うん、まあそうですね、本当はやっぱ実務として知ってた方がやっぱいいですから ね、まあ、理想はそうですけどね、まあとはいえやっぱり高いお金我々払うことになるので、うん、そうですね、はい、まあ、最後までやっぱりあがいていくのは必要ですから、うん、そうですね。でそうこれ橋本さんこれ見なかったって言ってたんですけど、これ知ってました？試験にはスコアに対する設問が65問含まれます。さっき75問って書いてありましたよね。75問ですね。そう、あのこれなんかいつからかだったんですけど、ね、採点対象外の問題がプラス10問あって合計75問になっています。これね、いつからそうなったんでしょうね。そう、私もなんか SA アソシとかの試験対策とかやってて、そこでなんかあれって思ったんですけど、気がついたらアソシとかもちょっとなってるっぽくて、なんで今回だと75問中10問が試験の対象外になっていて、これはこの採点対象外になってることは皆さん分かりません、我々も知らないんですけど、非公開情報ですね。そう、非公開になってるんで分からないんで、基本的にもう全力で全部解いていってください。ただあの要はこれ今回 C02 っていうふうに変わってるんですけど、バージョン変わるタイミングとかでこういう問題入れておくべきなのかどうかっていうのを、まあ、AWS さんがもう判断するために、例えばそれこそ製品のアップデートとかあると思うんですけど、それも込みで多分なんかやっているっぽいですね。なんか私も他の試験であれこの問題出るんだっけみたいな問題も過去にあったので、まあ、それが対象になっているっていう感じですね。まあ、言えるギリギリの範囲かもしれませんけど、うん、やっぱ外れ値っぽいのありましたね、うん、で私これ試験受けてからこの記述知ったんですよ、うん、あそうなんだと思って、で思い返してみれば確かになんかこの問題的にはなんかんこれ出るのみたいなものがあったような記憶があって、ちょっとこの具体的なサービス言及しちゃうとちょっと規約に違反しちゃうので言えませんが、うん、確かにありました、そういうのは。そうですね、まあ、さっき言った上でも話しましたけど、データベースの設計とかここには対象外になってるっていうのに、例えばその問題が出たとしたら、うん、あれっていうふうには気づけるかもしれない。ただそうですね、うん、そのどうしても削ぎ落とさなきゃいけないものがあるとしたら、その辺がその試験メタ読みというか、うん、そうですねうん、なんかまああんまり好ましくはないとは思いますけど、まあ、それただそのメタ対策を3時間の中でする時間があるかっていうと結構微妙かなっていう、はい、まあそうですね、うん、なんか最後にその迷った時にどれ落とすかみたいな判断した時にこいつがこれが一つ最後の最後で指針になるのかもなっていう感じはします。まあ本来の勉強に注力した方が当然いいと思いますけど、うん、そうですね、はい、
はい、という感じですと。で次のページを見ていくと試験結果については、まあ、これ他の試験と同じで合否判定式になっています。で100点から1000点のスコアが最後に出るんですけれども、合格スコアは750点になっています。まあ8割ぐらい自信持ってできるとまあ安心かなと思います。はい、うん、私いつもこう試験受けて怖いんですけど、最後のこう提出するっていうボタンを押すの超ビビるんですけど、どうでした今回？まあどうなんでしょうね。なんか昔ってその場で合否出た時代があったじゃないですか、うん、あの時はビビってました。あれ今回 DOP って、あもう結構前からそういうの出なくなってますよ。あれそうなんですね。あの僕の時発表翌日でした。結果は後日お送りしますって言って、5営業日ぐらいでしたっけ。あそうなんですね。私最近あのプラクティショナーの納弁で受けたんですけどこれ納弁で受けるのちょっと良かったことかちょっと置いといてね、受けた時に一応画面上は合格って出て、正式な連絡が来たのは翌日か翌々日ぐらいだったんで、確か試験によって違う可能性はありそうですね。結果発表は即日ではなかったので、はい、まあでもあれですね、僕の時直近で更新版の SA も受けて、うん、まあ、一応どっちも幸い取ってるんですけど、うん、両方とも多分残り7秒とかあそこら辺まで粘ったんですよ、うん、だからなんかあんまりそれどころじゃなかったみたいなのはありました、うん、まあ諦めないで最後時間は割分だけフルで使ったが後悔はしないと思うんで、そこは確かに使い切った方がいいですね。なんか余らす余裕はなかったですね、はい。ね、試験ちょっと内容はここでちょっと見ていきますが、ああこれ次のページまたいちゃってるまたいちゃってるんですけど、一応こうなんか過去の試験でも紹介したんですけど、分野分けがされていて重み付けがされています。まあ、基本的に全部慣らして勉強はしていただきたいと思うんですけれども、まあ、分野が多いところは当たり前ですけどそこの部分が出るので、この中だと SDLC のオートメーションというのが 22% と結構な割合になっていて、2つ目が設定管理とインフラストラクチャーアザコード、まあ、IAC になっていて、対処理改正が 15%、モニタリングローキング 15%、インシデントイベント対応は 14%、セキュリティとコンプライアンス 17% で合計 100% になっています。これね、微妙にその更新版の DOP-C01 とやっぱ変わってるんですよね。うんうん、どの辺だったかな、ちょっとその AWS の更新のアナウンスのブログとかをちょっともし見れるようなら見ていただきたいんですけども、まあ多分動画の概要欄とかには貼ってもらうとは思うんですが、どうだったかな、セキュリティとかその辺が確か最後のセキュリティ&コンプライアンスっていう項目が確か更新前のやつにはないはずなんですよ。なのでなんかセキュリティコンプライアンスっていうと、例えばどの辺でしょうね、AWS アカウントセットアップされた時に割と標準でやろうぜっていう風にベスプラで言われるような、例えばガードデューティーみたいな、あとコンフィグとか、ああいったそのガバナンスとかの文脈で出てくるようなアカウントの、あの辺っていうのが、まあ、サンプル問題にも確か登場してたような気がします。ちょっと違ってたらごめんなさい。なんでその辺が昔の DOP とは明確に異なるというか、その辺ってやっぱり更新前の試験ではそんなに多分当時のサービスのリリース状況からしても出てこなかったと思うので、まあ、なのでその辺がその昔の DOP とは結構異なってる部分なのかなというふうには思います、確かにそうです。うちのブログで確か小倉さんがまとめてくれてるブログ確かあったはずなんですけど、そこちょっと概要欄に貼っとこうかなと思います。そうですね、はい、それが良さそう。はい、で、まあ、ちょっとここから各分野をちょっと見ていきますが、まず SDLC のところは CI/CD の実装とかのスキルがまあ、あります。まあ、さっき橋本さんお話ししていましたけど、まあ、コードなんちゃらとかそこら辺とかの話がやっぱここですごい出てくるのかなというところですね。で2つ目がざっといきますけど、まあ、IAC のところですね、まあ、クラウドフォーメーションとかですかね、とかデプロイメントキットとかそこら辺の話が出てきて、で対障害性はマルチ AZ とかそういった対障害性のところになっていて、そうですね、項目がちょっと多いんであれですけど、ログとかはクラウドウォッチメトリックスとか、まあ、クラウドウォッチログズとか多分出てくると思うんですけど、そういったところになるかなというところですね。まあ、ログの保存とか多分分析とかも必要にする必要があるんで、どうするかというところですね。で5つ目がインシデント対応なんで、まあ、このログをどうやってやるか、まあ、イベントブリッジとか
そこら辺ですね。で最後がさっきお話していたセキュリティコンプライアンスとは追加される部分になりますが、でもこれ今までだと、まあ、セキュリティとかそっちの方だったりとか、多分1個前のバージョンの時とかってオーガニゼーションとかそこら辺のやつがまだそんなに成熟してなかったんで、これ含まれてなかったんですけど、まあ、今回タイミングで含まれて、ね、まあデプロイするには必須だよねっていう感じですよね。そう、確かに昨今の事情からして入ってくるのは納得なんですけど、うん、なんかこれまでのデボプとかデベロッパーとかの見てる人からすると、うん、ここも出るのっていう風に思われることが多いんじゃないかなと思うんですよね、うん、特にその ID フェデレーションとか、はいはいはい、これ SA プロじゃんみたいな、うん、なんでその辺は私たまたま実務でその辺が多少の土地感があったのでなんとか回答できたんですけど、うん、なかったら結構危うかったなっていうのは思いますね。一番これこの辺の分野が受けててサプライズだったというか、うん、あこれも出るんだって思ったポイントでした、うん。こことかだともしかしたら、まあ、この後ちょっと出会えて橋本さんが勉強したからちょっと軽く聞くんですけど、私の違ってこの辺はなんかセキュリティスペシャリティとか受けてるんで、そこの対策とかをしてるとここはなんか割とスッと入ってくるのかなっていう気はしますね。そこなんか SSO とか ID のフェデレーションの話がめっちゃ出てくるんで、確かに宮沢さんはなんか実務的にどっちかっていうとこの辺が得意分野っていう感じがしますよね。あそう、私そう今回ちょっとこの動画に取り上げて撮ろうかなと思った理由が、単純にこの分野私も分かるんで、でなんかワンチャン取れんじゃないみたいな、ちょっとまだ甘く見てるんですけどなんかまだあると思います、うん、なんか前に比べたらなんかちょっと取れるんじゃないかなっていう気はしてるんで、ちょっとまあ、はい、チャレンジしていこうかなと思ったりしてます。前の DOP 知ってる人からするとコードシリーズとかクラウドフォーメーションとか、あとなんかまあオートスケーリング LB だとか、あの辺が知ってればまあなんとなく受かるんじゃないかみたいな感覚を持ってる方も多分いらっしゃるかなと思うんですよ。それでまんまとこの分野でなんだこれはってなって落とすみたいなパターンは多分あると思ってて、宮田さん多分それ逆パターンですね。まあでもコード教育シリーズとかって出るの多分分かりきってるから、 そうですね、そこの予習に特化してあげれば割といけるんじゃないかなと思ってて、うん、確かに、はい、そうですね。で最後付録になりますが、試験の対象となる主要なツールとかって、まあ、ここは押さえておくとどのサービスが対象になるのかっていうのがあるので、まあ、私とかこういうのが提示したい場合はブラックベルトをよく読むようにしてるんですけど、まあ、これを見ておくといいのかなという感じですね。ちゃんと見てから受けた方がよかったね、試験をね。まあ、読むの疲れるんで、はい、模擬試験の方が、うん、そうですね。でちょっと一瞬画面戻しちゃうんですけど、サンプル問題はこの AWS の公式のページからありますので、まあ、来週以降この問題解いていくって動画を私のいつも通りでやらせていただきますが、まあ、橋本さんはここのサンプル問題とこの次のやつかな、これを使って学習されたっていう感じですか。そうですね、はい。これあれですよね、 AWS で公式で提供されているプラクティスエグザームなんで、これも模試ですかね。はい、ですよね、はい、29ドルだったっけっていうのはちょっと思いますけど、うん、ちょっと今私この管理画面にアカウント紐付いてない状態で今これ見ちゃってるんで、もしかしたら表示がちょっと皆さんの関係によって違う可能性はちょっとありますが、はい、まあおそらく内容は見てるのこれで間違いないとは思います、うんうん、一応私もなんか別の動画でも言ったかもしれないんですけども、なんか試験ってこういうもんだよってこう離れするためにも、まあ、サンプル問題解いていただくのはもちろんありだし、この動画を来週以降見ていただきたいんですけど、一旦あこういう感じかみたいなのは一回受けるの、うん、言い方ですけど3000円で一旦それが分かるのはかなりでかいかなと思うので、一番コスパいい気はします、うん、私は、うん、結局そのもう試験対策になっちゃうのやっぱり、まあ、ちょっとあれなんですけど、うん、やっぱり作文されてる文の読み方みたいなところのバランス感覚はやっぱ必要だと思うんですよ、うん、ある程度全部文章読んでてもやっぱり関係ないことも書いてあったりするし、うん、そういう読み方に慣れておかないと結局その関係ない文章を読むのに時間食っちゃうみたいな話は絶対あるので、うんうん、そこの離れって絶対必要だと思うんですね、うん、まあ、なのでやっぱり出てるサンプル問題模試とかのリソースっていうのはフル活用すべきだっていうのが個人的には思うところです、うん、そうですね。私も SA プロは更新とかしてるんですけど、まあ、文章量が特にプロフェッショナル多いんで、長い問題と選択肢をいかにこう流し読みしていくかっていうのはもう慣れていくしか、まあ、もちろんそのサンプル問題とか見ていただくと分かるんですけど、それに慣れるっていうのはやっぱり一番大事かなと。さっき言った通り問題数も74問で、はい、1問あたり多分2分か3分ぐらいしかないので、いかにこう切っていくかってところが大事かなというところですね。なんか長い問題えげつないですよね、多分この試験会場の PC とかで見てると縦にスクロール必要なボリュームの問題とか普通にあるんで、ああそうですね
その PDF1 枚に収まらないみたいな、うん、それはそうなんですよ。 SA プロも結構それがやっぱあるんで、いかにそこの問題文とその選択肢のやつを自分の脳の中で要約してこれだよねって判断するのが、さっき言った時間との戦いっていう観点もあるんですけど、そこは結構肝になってくるかなというところですね。ですね、うん、ちなみにこれ以外ってなんかリソース使いました？勉強するのに。私自身はほぼほぼこれで賄いました、うん、ただ模試受けた結果、うん、あるいはサンプル問題をやってみた結果、うん、あここら辺足んないなっていうところっていうのはなんとなく分かるので、うん、そこで例えば、まあ、コードシリーズみたいなものが主力で出てくるであるということは予想がついてたので、うん、サンプル問題模試で出てきたような割と入り組んだ設定とか、うん、用語であるとか、うん、その辺っていうのは公式ドキュメント見ながら仕様の確認とかして、その知識の細かいところの、まあ、保管っていうのをやりました、うん、で勉強方法としてはそのぐらいですね。あ、ちょ資料とかって公式ドキュメントってブラックベルトとか見たりしなかったんですか？ブラックベルトは見てないです。あ、ちょっと意外ですね。いや楽しただけたまたま受かっただけなんですけど、うん、まあはい、正直そうですね、ブラックベルト、まあ、どうなんだろう、めちゃくちゃ勉強にはなると思うんですけど、うん、私まあ言うても以前の更新前のその DOP C01 か、うん、持ってたので、あ、なるほどなるほど。それで言うとその辺の下敷きが一応その貯金としてかろうじてあったみたいな部分はあると思うんですよ、はい、なるほどなるほど、はい。まあ、なので概要とかそのレベルを抑えるっていうので、全く知らないサービスならブラックベルトは見るべきだと思うんですね、うんうん、だけど幸い出題範囲になってるところはある程度触ったことがあったり、うん、概念自体を知っていたりしてたので、うん、ユースケースとか、うん、なのでその辺を抑える意味でブラックベルトは有用だと思うんですけど、私の場合はその辺通る必要がなかったっていう部分があったと思います、うん、なるほど。ちなみになんですけど、ちょっとこれ受けるまでに勉強の期間ってどれぐらい使いました？そうですね、まあ、ちょっともろもろお仕事忙しかったので多分1から2週間ぐらい。あ、でもそれぐらいで結構詰めてやったらどうにか取れたって感じなんですね。まあ、ここはどっちかというと今どうやって欲しくて聞いてるんですけどどうですか？まあ、自分で言うのもなんですけど、めっちゃ最小限の勉強で通ったとは思いますね。で正直そんなに時間自体も捻出できなかったのと、うん、昔ほどその試験勉強に情熱燃やせなかったみたいなのがあって、うん、はい、まあ、期間的にはそのぐらいで、トータルの勉強時間が多分、まあ、10時間いってるのかな、まあ、多分2人日はいってないです。なるほど。でもその短い期間と時間でサンプル問題とさっき の模試をうまく活用して合格できたっていうところですね、はいはい、そうするとやっぱサンプル問題と、まあ、受けて、さっき橋本さんが言ってましたけど、自分ができてるできてないところをちゃんと明確にしてそこを補う時間をうまく効率的に取れれば合格できんじゃねっていう、まあそうですねそういう顔を見たかったんでこの動画では。そうですね、まあ、自分で言うのもなんですけど、3月7日に出て、うん、受かったの16日なんですよ。ほぼ出て1週間ぐらいなんですよ。あ、そうなんですね。そう、偉いと思いません？あ、もしかしたらうちで割と最速で取った説も普通に、はい、更新後最速ですね。あ、素晴らしいですね、はい、それはなんで褒めてほしいんですよすごい雑に褒めますけど、そうですね。確かに DOP 確かに更新後に受けたって話はあんま社内にも聞いたことなかったんで最初だったんですね、うん、そうですね。やっぱ基本やっぱり駆け込む人の方が絶対多いし、その方が3万円ドブに捨てないですもんね。まあ確かに試験範囲がちょっと変わらなかったりとかするんで対策しやすかったりっていうのはまあ現にあるんですけど、はい、はい、社内的な事情でどうしてもその更新後直後に取らなきゃいけないので仕方なく勉強したっていう、うんうん、感じでした。私の場合は、まあ、できることなら更新前のやつ取って行きたかったですけど、うん、なるほどね。まあ、はい、おかげさまでこういうところで喋る機会を得たのでそうですね、はい。まあ、さっき言ったようにもうすでに02に変わってしまっているので、皆さんもこの今日ご紹介した範囲とかで勉強していただければと思います。私もちょっとせっかくなんでワンチャン取れるんじゃないか説も出てきてるんで取っていこうかなというふうに思った次第ですね。はい、というところでちょっとざっとではあります。30分ぐらいですかね、2人でちょっとこう眺めていきましたが、皆さんどうでしょうか。まあ、来週以降も問題を解いていくのはやっていこうと思いますので、ぜひ見ていただければと思いますし、今回初めてこうゲストを呼んでこう2人で実はこう同じ部屋で撮ってるんですけど、こういう感じでやってみたらぜひコメントとかでも書いていただけると、ちょっと今後も他の複数名でこうやっていくのは増やしていきたいなと思ってるんで、その参考にもしたいので、ぜひコメントとか高評価とかしていただけると大変嬉しいかなと思います。
はい、というところで今回の DevOps エンジニアプロフェッショナルの AWS 試験対策の第0回はここで以上にしたいと思います。まず橋本さん、今日一緒に収録いただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで来週以降もよろしくお願いします。